ここだよ。どう、探してた木かな？ああ、間違いなくこの木だ。大当たりだな。すごいじゃないか。待て。どうした？この気配は。殴る。すぐに浄化してやろう。その運命は終止符を待つ。こいつは強き魂の持ち主よ。お前の名は何という？私の名はサイファ。サイファよ、お前は神の戦士に選定された。その栄誉を欲するならこの手を取るがいい。私は栄誉など欲しません。この世にはもう私が欲するものなど。なぜ人として最高の栄誉を拒む？気持ちはわからんでもない。俺も一度は断っただろう。不可解な。まあいい、まずは木からだ。
これだけ多くの魂を浄化できたなら、オーディン様の力もさらに戻っていよう。あの、今のは何をしたんだい？お前には理解の及ばんことだ。道中の案内には感謝する。うん。それじゃあ、俺はこれで。また会おう。不思議な青年だったな。世界はこんなありさまだが、探し物が彼の希望となっているのだろう。人は希望があればどこまでも頑張ることができるからな。私には分からんな。おい、急にどうした？俺なんでこんなところで。なんだこの傷。おかしいな。何があったんだ。全然覚えていないぞ。とにかくどこかで傷を見てもらわなきゃ。なんとか歩けそうだ。なんだろう、何か大切なことを忘れている気がする。そこにいるのは誰だ？おい、何をしてる？おい、バルキリー、大丈夫か？ああ。突然反応がなくなったから驚いたぞ。夢でも見ていたのか？問題ない。サイファの魂の律動を追うぞ。